夢ラジオ第1741回、今日は令和元年5月13日月曜日です。時刻は午後10時、横浜港北、月曜の夜です。夜も10時になり、少し街明かりが消えてきましたね。ここからミッドナイトですよ。月曜の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。1741回目の夢ラジオ、今回は北朝鮮の管理書取り上げます。北朝鮮の管理書、朝鮮語では管理所と言いますね。要するに強制収容所ですよ。閉鎖的な国なのでよくは分からず、けれど衛星写真と、あと脱北者の証言からも20万人ぐらいは今も入ってるだろうと言われます。強制収容所を未だやってる国、中国と北朝鮮、そんな国がお隣にあるということは日本にとっての大きな不幸ですよ。さて、管理所、要するに2000万人弱、あれ2000万人いるのかな。90年代のあの基金で北朝鮮はもう数百万人人が死んだんですけど、200万か300万、今でも2000万前後の人口はいると推定され、で20万ですから約100人に1人があの管理所送りになっている。衛星写真でも確認できるそうなので、アメリカあたり、この人権という立場からこれを言えばいいんですけどね、言ってほしいですね。トランプ大統領になってやっと中国のウイグル人弾圧を人権という立場からアメリカが非難し始めましたね。よくぞよくぞ言ってくれた。じゃあ同じ要領でもっと悲惨な北朝鮮の管理所言ってほしいですね。表向きそんな管理所はないことになっています、があるんですよ。そして20万人ほどで、この管理所にはね、大きく2種類に分かれていて、あのそこで洗脳されてね、でまあまあ、 あの社会に出しても大丈夫だっていうような人は一定程度時間そこで過ごしてから出されるようなんですよ。ただし、あの、ひどいと思われた場合、体制にとってひどいと思われた場合もずっと管理所、ずっと出られない。高圧電流が流れる、あの、高い塀、それに囲まれて。まあ、すごい国ですよね。でこの管理所の実態がぼんやり明らかになってきたのはやっぱ脱北者、特にこの管理所から脱走した、どうやって脱走したのかなと思うけど、管理所から脱走したっていう青年の、まあ、証言ですね。まあそれによってうっすら言われてきたことがかなり
強く分かってきた。映画も見に行きましたよ、渋谷まで。あれがもう8年ぐらい前だったかな。まあ、管理所から脱走した青年が、まあ、今その時は韓国にいたという話ですが、その韓国に来て、で管理所のことを話し始めたっていう。まあすごいですよ。共産主義の国では一般的なんですけど、家族のつながりなんかより党への忠誠、家族のつながりより共産主義への忠誠で、自分の母親と弟、自分の母親と弟、兄貴だったかな、まあ、要するに兄弟ですよ、それが白飯を食べていると。で、北朝鮮にとっては白飯っていうのがすごいごちそうなんですよ。それを自分に内緒で食べている。しかもどうやらその白飯っていうのは不正に入手したものだったらしいんですね。で、それを密告。で、この密告は奨励されるんですよ。そのさっきの家族よりも党、あるいは家族よりも共産主義を、重視した印だから。なんとこの母親と弟、父親はどこにいるか分かんないんですね、この管理所の中で。その母親と弟が公開処刑、これも管理所ではまあよくあること。で、この公開処刑ではね、今回に限らず家族は一番前で見ろって言って見させられるようですよ。で、今回はこの青年が、この時はまだ少年だったのかな、自分で密告したわけですから、おお、よくやったぞと。お前が言わなきゃこれは分からなかったと。米の不正な入手。その母親と弟が公開処刑される、まあ、銃殺ですよね。それを自分も見たと。この人は脱北して最初の頃は自分が密告したっていうのは言わずに母と弟の公開処刑を見せられたと言ってたのね。ところが、まあ、時経つにつれてカミングアウトいたしますと、密告したのは自分でしたと。まあすごいトラウマですよ、この人にとってはね。で、やがてこの管理所もう出られないんですよ、この家族は。この少年とその兄弟もう一人と父母っていうのはもう出られない家族なんですね。でね、この北朝鮮の管理所っていうのはうまく働けば、うまくっていうか、ちゃんと働いて成果出したら、そのご褒美として結婚させてやるっていうね、男囚人女囚人って分かれてるんですけど、頑張ったら結婚させてやるっていう制度があって、その制度によって結婚したその父母から生まれた男2人の兄弟なんですよ。だからもう出られない、出られない。で、その出られない中で母親と弟を密告して、そして公開処刑されて、自分が自分の目でそれを見て、で、そこに新しくなんかその外の世界からまた誰かやってきたわけですよ、その管理所に。その彼が、まあ、外の世界、そのしかもそのやってきた人は韓国にも行ったことがある。つまり自由主義っていうか資本主義をまあ知ってる人なんですね。で、その人がこの主人公のまあ青年に、もうこの時は大きくなってましたね、青年にまあいろいろ語るんですよ。自由な世界を初めて聞くことばっかり。
しかも焼肉がうまいと。焼肉がうまいと。焼肉を食べたい。で、この新しくやってきたこの人と、そして自分と、管理が手薄になるお正月に脱走しよう。計画立てた。高い塀はどうやってよじ登るか。高圧電流の流れる鉄条網はどうやってくぐり抜けるか。塀の向こうに行った後、どうやって国境までたどり着くか。見つかったら即自殺ですよ、こんなの。こうしたんですね、お正月に。この二人。ただし、新しくやってきた人ですよね。彼が高圧電流に触れて、その場でビビッと感電死するんですよ。バチバチみたいな。その肉が焦げる匂いもしてくるんですね。ただし、その体を絶縁体にして、逃げた。壁の向こうに行けた。その後もう走りに走って、国境も突破したみたいですね。おそらく中朝の国境でしょう。川があるんですよ、鴨緑江。あとトマンガンっていう川もありますが、川幅が狭いところもあってね。で、そこで渡ったんでしょうね。この辺の経緯はもう不明ですよ。どうやってここから、この管理所出たはいいとして、だってこの人管理所以外知らないわけでしょ。ここで生まれて、ここで育って、どうやって国境を逃げたのか。だからよっぽど、緻密な計画と、あと、やっぱ管理所の外に一定程度のサポーターがいたと思われますね。で、脱北。だからこんな人ぐらいしか管理所のことを語らないんですよ。出られないから。で、自分の管理所のことを語り始めた。そして自分がいかにおかしな場所にいたかが、韓国に来て分かった。とはいえ、この映画の中でもね、これ本もあるし映画もあるんですよ。管理所14号だったかな、そういう本の名前。そして映画にもなりました。私は見に行ったと申しましたね。この映画の段階では、だからドキュメンタリーなので、その人は本当に出てるんですよ、主人公で。モデルじゃなくてね。だけどまだ韓国社会にも馴染めないっていうか、だってずっと管理所にいたんだから、北朝鮮の中でもむちゃくちゃひどいところに。ただし、だんだんと、いかにおかしな場所だったかがわかるみたいな。ただし、話題になりませんね、日本では。お隣の北朝鮮でこんな人権弾圧がやられてるのに、話題になりませんね。人権っていうと、もうキャーキャー言う、左翼の方々いるじゃないですか。じゃあ言いましょうよ、そのお隣の中国や北朝鮮で行われているこの大規模な人権弾圧に。沈黙ですね。で、沈黙どころか、左翼の方々のものすごい矛盾は、人権って言いながら、このものすごい人権弾圧やってる中国や北朝鮮にシンパシー感じてんですよ。本当ですよ。しかも信じられない話ですけど、教職員に多い。この夢ラジオを聞いてらっしゃる方で、やっぱ教員の方も何名か聞いてらっしゃるみたいですけど、どうですか？学校教員の中で。中国だが北朝鮮にシンパシー寄せる教員、こんなんが学校の教壇に立ってる。もちろん、もう学校教育には期待なんかできないってのは分かっていても、こんなのがいるのかと。で、そういう教職員で退職したようなものがね、で、学校の教職員って、特に公務員で頑張った場合には、退職金とかもいいんですよ。年金も。
だもんだから、もう憲法を守れてやってくる老人たちですよね。あと沖縄の基地であそこで頑張ってる老人たち、あれ教職員多い、お金持ってる彼ら。で、北朝鮮は中国が好きなん、チュチェ思想がいいと思ってる。信じられないけど、そのようなものがいる。いや、しかも一人二人という変わった人たちじゃない。だから例えばですね、日本の学校現場でもですよ、ものすごい反日教育が行われたりしてる、聞いたことありませんか？もう嘘っぱちだと分かってる慰安婦問題なんかを未だに言ってる。南京大虐殺って何の証拠もないような、これもでっち上げですけど、未だやってる。やってる。学校教員が。だからまあ今やっぱりその大学も含めですね、高校とか中学が倒錯した場所だっていうのは本当そうなんですよ。むちゃくちゃ北朝鮮がいいと思ってるのがぞろぞろいるんだって、うひゃーみたいな。で、実際ですね、どうですか、今日本人として、子供に教育するとしたら、まあ、前面に掲げる必要はないけれど、中国あるいは北朝鮮の話になるときには、あのような、ね、独裁国家であり全体主義の国家は、私たち日本の、自由と民主主義をいいと思ってる、そういう体制とはなじまず、おかしな国家です。そこで行われている人権の弾圧には断固として抗議すべきですと言うべきですよ。これは事実だから、その人の心情を抜きにして。それが言われない、タブーですよ。今学校現場で中国や北朝鮮タブーですよ。で、さっきもお話したような、本当にあったことならば、まあ、反省の材料にもなるけれど、もうないと分かってる。当の朝日新聞だってもう謝ってる。そういうふうなことをまだ教育現場で教えてる。頭おかしいんちゃうか。さて、北朝鮮の管理所。まあ、このようなものを抱えている国が北朝鮮なのであり、まあそんな国なら拉致もするだろうなと。その通りです。もっとこういう北朝鮮の実像を日本社会に広めないといけないんですけどね。まあこの夢ラジオでも取り上げざるを得ません。1741回、今回は北朝鮮の管理書取り上げました。夜は更けつつあります。